日本卓球協会強化本部は8月21日、日本卓球協会が独自に定めるパリオリンピック選考ポイント獲得状況を更新した。写真、パリ五輪選考ポイントランキング女子1位を走る早田ひな。篠塚、曽根らがポイント獲得。男子では順位変動が見られず、張本智和、智和企画、が565.5ポイントを所持しランキング1位を維持。 今シーズンの T リーグでもすでにビクトリーマッチ含む7勝1敗で12ポイントを積み上げている。また T リーグ、木下マイスター東京でプレーする篠塚博と愛知工業大は T リーグで2勝を挙げてポイントを獲得し253ポイントとなった。4位の田中優太、個人とのポイント差を3に広げる形となった。そねかける TT 埼玉、松島貴也、 木下アカデミー、宇田幸也、明治大、吉村マハルチームまはモティーリーグで勝利を挙げ、それぞれポイントを獲得している。平野が400ポイント獲得。女子でも順位変動が見られず、先週に続いて早田ひな、日本生命、が597.5ポイントで1位をキープ。続く2位の平野美宇、木下グループ、は T リーグで2勝を重ね、 ポイント通算が400ポイントとなった。その他、T リーグで勝ち星を挙げた張本美和、木下アカデミー、安藤美波、トップ乙女ピンポンズ名古屋、らがポイントを獲得している T リーグ6シーズンが開幕し、今後はポイント獲得状況が目まぐるしく変わることが予想される。また、9月頭に開催される2023年アジア選手権大会のシングルスは、 優勝時に160ポイントが獲得できるということで、今後も注目だ。8月23日時点のパリオリンピック選考ポイント獲得状況男女上位16名は以下の通り。パリ五輪選考ポイントランキング男子上位16名。1位、張本智和、智和企画、565年5月2位、戸上俊介、明治大、3 8 4三位、篠塚博人。 愛知工業大、253-4位、田中裕太、個人、255位、曽根かける TT 埼玉、276位、吉山良一、日本大、196-7位、宇田幸也、明治大、183-8位、吉村真春チーム真春る、166-9位、及川瑞木、木下グループ、152年5月10位、横谷明、愛知工業大、 130-41位。有リノブタイム。琉球アスティーダ。192位。浜田一気。早稲田大。98.53位。谷垣優馬、ま。愛知工業大。9七7 4位。松下大成。クローバーシカカスピッツ。80-95位。木造り優と。関西卓球アカデミー。80-36位。松島木屋。木下アカデミー。 78ランキングは2023年8月23日時点。パリ五輪先行ポイントランキング女子上位16名。1位、早田ひな、日本生命。597年5月2位、平野美宇、木下グループ。403位、伊藤美馬。スターツ、369年5月4位、木原美宇、木下グループ。248号位、張本美馬。 木下アカデミー226年5月6位佐藤瞳ミキハウス217位長崎美優木下グループ2028位柴田咲ミキハウス1 8 5級位大藤つき、ミキハウス1610位森桜日本生命154年5月11位安藤南奈トップ乙女ピンポンズ名古屋1 3十6 2位橋本ほのかミキハウス 12083位、横井桜、ミキハウス、12044位、イヤヤの、中国電力ライシス、7015位、加藤美優、吉祥寺卓球クラブ、69.56位、出雲モミク、三立、41ランキングは2023年8月23日時点。今後のパリオリンピック選考ポイント獲得可能大会、2023年アジア選手権大会シングルス、 優勝時獲得ポイント160第6回パリオリンピック選考会優勝時獲得ポイント1 0 2 0 2 4年全日本卓球選手権大会優勝時獲得ポイント 120T リーグ2023から2024シーズン1勝2点ビクトリーマッチ1勝1点